はい、おはようございます。セミマルです。今後ともよろしく。ロストチャイルド第1話、初めての戦闘をこなした後ですね。いやー、お見苦しい映像で誠に申し訳ない。まさかチュートリアルなしで始まるとは思わなかったんです。では、続きをやっていきましょう。フェンサーはマガツカミに突き刺した長剣をゆっくりと引き抜こうとする。体液が5ポイントで勝負から溢れ出し、根びれを音を立てながら地面に横たわっていく。声にならない断末魔の悶えを聞きながら、上げながら、マガツカミはどうも、凶暴？凶暴な目つきでフェンサーを見上げている。醜い。フェンサーはその瀕死のマガツカミを何度も足蹴にして、そのためにぐちゃいと嫌な音が路上に響く。尾崎さん、蹴るの好きだね、寝っ転がってるやつを。飛び散った肉煙は光り輝き、暗闇と同化していった。その辺にしておきましょう。時間があまりありません。ん？尾崎は甲斐に促されると、フェンサーのバイザーを路地裏の方角に向けた。ここからそう遠くない距離に数体のエーテル反応を感知しました。一つはオリジナルのエーテルのタイプです。わかった。オリジナルのエーテルのタイプ、オリジナル、オリジナルね。アーミットのことかな。そしてフェンサーは今夜の真のターゲットに向かってそのカードを再加速させていく。じゃあさっきの戦闘何なんだよ。チュートリアルだったらチュートリアルらしくしようよ。ああ、まだ生きた、よかったよかった。どこなんだよここは。知りてえよ。方向感覚を失ったのはひたすら化け物の追跡から遁走を続けてが、いかげん肺の方が限界に近づいてくる。ああ、きついね。全力疾走の後きついね。どうしてこんなことになるんだよ。怪物は道幅の狭い路地に入ってもスイスイと体をくねらせながら走行を続ける。蛇型なのかな。なんだよあれは。俺の走るペースは明らかに最小で落ちてきている。頭はズキズキ痛むし、疲労は限界に近い。だがあの怪物はまるで追跡を楽しむかのように時折無駄な動きを入れて俺との距離を保とうとする。どこかに追い詰めようとしているのか。俺をなぶり物にするため。冗談じゃないぜ。くそ。だが道はもはや前方にしか伸びていない。完全な一方通行だ。どこかに進路を変えることはもう許されない。化け物の足音は刻々とその音量を増してくる。もうダメだ。終わりだ、終わりだ。もう走れないこれ以上。おお、なんじゃこりゃ。本当になんじゃこりゃ。黒ひげは俺の全身を追い尽くし、異様を発してこちらに迫ってくる。荒く不快な吐息が俺の顔面に降りかかる。あ、もう押し倒されてる状態なのか。は？化け物はそう言うと前傾姿勢を取り、少しだけ口に隙間を開ける。そして後ろ足に体重を乗せ、今にも飛びかからんとこちらを見据える。やっぱり嫌だ。化け物がタックルを仕掛けると同時に俺は脇目を振らず横に飛んだ。勢いのあまり壁に激突し、軽く頭を打ってしまう。どんだけだよ。ギリギリ避けるんだったらむしろ壁にすり寄る感じでいかないか。そんなタックルするように逃げるか、狭い路地で。相手は通路を追い尽くしてんだろ。その避け方はなんかおかしい。壁に背を伏せた格好で立ち上がろうとするが、打ちどころが悪かったのか体に力が入らない。どんだけ。うわー、腕が、俺の左腕が。いつの間にか、なんて読むんだ、金棒傍らでいいのかなに移動していた化け物は、ただの一髪で俺の左腕を根こそぎ食いちぎった。ぐちゃぐちゃぐちゃと何度も噛みしめた後、クボリという音を立てて、肉塊となった俺の左腕が炭化される。そんな詳しい描写必要か。え、何、萌えキャラアピール、ここで萌えキャラアピール。
なんかあるよね、グロ系可愛い系みたいなぬいぐるみがよ、なんだっけ、クマみたいな、あの爪出してるやつ、ウサコツじゃなくて、なんかあんな感じ、あんな感じの流行を狙ってんのこいつは。下顎に血を滴らせながら化け物はくぐもった声でつぶやく。涙が自然と頬を伝わり始めた。左肩のあたりからはダラダラと大量の血液が流れ落ちている。路上には次第に血だまりができ始め、履いているズボンにまで浸水してきた。俺は感覚が麻痺して切り離された切断面に顔を向けることもできない。状況も痛みも何もかもが白昼の無のように思われて、意識が遠のいていこうとした。まあ、それは出血多量だしな。化け物は、俺の左腕を残らず炭化し終わると、また視線を俺の体の上に注いでいく。残った部分も全て食べ尽くすつもりなんだろう。死ぬのか。いや、間違いなく死んでいくのだろう。突然、化け物の口から、耳障りな方向が漏れる。俺はそのバカでかいハゲのせいで何が起きたのかがわからない。怪物は時短打を踏みながら慌てて俺のそばから方向を反転させる。フェンサーがたどり着いたか。予想外。ヒロインの方ですね。これはパッケージにも載ってます。これか、オリジナルエーテルってやつは。少女の眼光は刃のように鋭く光り、肉食動物のようなしなやかさが全身を支配していた。手に持つ刀の穴は妙に歪曲している。変則型のものだ。こういう形の方が生き物を切りやすいとはよく聞くね。実際どうか知らんが。少女が静かにそうつぶやくと、化け物は怒りに身を任せるように大振りながら突撃を敢行する。ああ、そういうことか。少女が立ちふさがったんじゃなくて、庄司くん、化け物、少女の順番に並んでるんだね。庄司はそれをひととびの跳躍で回避すると、刀を逆手に構え、逆手？なぎなたなんだから逆手も何もないと思うんだが、一直線に怪物の背部に降下していく。刀は深々と化け物の首の付け根あたりに突き刺さっていた。少女が刀を引っこ抜くと、そこから赤黒い鮮血が噴出する。お、これはあれだすな、広告とかで見たことあるぞ。あ、これ刀だったんだ。化け物は噴水のように血を噴出しながらも、よろけた体勢を立て直す。そして大きく口を開けたまま、再び標的の少女に向かって突進を試みる。少女はギリギリまで引きつけてから、スルリと横に身を避ける。方向転換に化け物が戸惑っている間に、少女は刀を突きの構えに持ち飛びかかる。なんかバッサリ首とかいけそうな気がするけど、刺すんだね、あの武器。死角に飛び込まれた形になった化け物は、校内の高奥、いや V 的には分かるんだよ。おえつのおつだろ、で喉だろ、奥だから、まあ口に直接剣を突っ込まれた感じだよな。再起不能に陥ったと見てや、少女は刀を手元に戻し、それで体、化け物の体中を切り裂きにかかる。肉が切り裂かれる不快な音が路地裏に追われて叩く響き渡る。どこの魔法少女だお前。ん？だが聞き覚えのある嫌な足音がだんだんとこちらに迫ってくる。まさかまた嫌な予感は的中し、来た道の方向に禍々しい巨大な影が路上を追い出す。少女は肉の切断をやめると静かな足取りで俺の方に向かってくる。お前は よく意識保てるな、その出血。俺は言いたいことがたくさんあるはずなのに、言葉が、これ喉でいいのかな、ひょっとしてこの2文字で喉、喉元に詰まって出てこない。ん？あー、この映像はよく見ますな。少女は突き起こせる冷たい眼差しで俺を見下すような格好で見つめている。死にたいか。少女は住んではいるが冷血な口調で俺に呼びかける。死にたくない。
そんなことを言うつもりはなかったのに。いや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 、そこは飲み込もうよ、言葉を。相手のね、申し出を受け入れようよ。俺の口からは自動的に言葉が漏れる。生きられるものなら。なら、生きろ。だが、相応の犠牲は払ってもらうことになる。ジャマウォックですか、あなたは。犠牲ってなんだ。すると少女はゆっくりと俺の方にかがみ込んでくる。私はお前を必要としている。お前は私を必要としている。あ、少女は俺の唇にちょっとだけ指で触れてから自らの唇を重ねました。あ、そして自らの左腕を俺の胸に差し入れ、少女の左手付近からは薄赤い文様のようなものが浮き上がり、淡い光が俺の胸を照らしている。何なんだこの気持ち。体内の血流という血流が入れ替わるような妙な気分。でもどこか温かい感じもして、だがこうしている間にも新たな骨がホクホクと迫ってくる。俺はこの儀式が何をもたらすのか皆目見当がつかない。とはいえ、今この少女に任せる以外にどんな選択肢がある。死ぬしかないよ。意識が遠のいていく。バインドは成立した。バインド、縛り、バインド。どうやらここまでが限界らしい。生きたい。死なせない。お前を死なせるわけにはいかない。この声はオープニングのあの女の子だよね。なんだろう、前世のつながりとか。コンセプション。かっけー。ではこの角のせいでなんとなく仮面ライダーカブトを連想してしまったが、逆に考えるんだ。これをモデルにあれは作られたんじゃないか。実にスタイリッシュなデザインじゃない。天が裂けるような闇が裂けるし、血が割れるような轟音が当たりに響き渡る。閃光が弾ける中心部からは紅蓮の炎が揺らめきだし、それは生物のように周囲に飛散する。砂ぼこりが一斉に吹き上げられる。砂煙が煙幕のように放る。凶暴なる誕生、地殻を揺るがす反動、噴火する爆炎。炎の着火点であるエンジンの中央には飢えたヤジのような毛害、人害じゃないんだ、化け物害。そりゃすげえや。毛害のものが立っている。アーミット、ケルベリス。ケルベリスは過剰領域を超えた雄たけびを撒き散らし、己の動きを妨げる障害物を払いなさい。壁は倒壊し、屋根は吹き飛ばされる。えらいこっちゃ。野獣のようなフォルムをまとったケルベルスはひとしきり産声代わりの破壊を実行した後、しなやかに構えを取る。そして2体の迫り来る異形の化け物、我がつかみに視点を据える。2体の我がつかみは当初自分と違うタイプの毛害のものに戸惑っていたが、今戦闘本能を回復している。マガツカミは自分を鼓舞するように凶悪な鳴き声と共にケルベルスに失踪していく。まさか、またか。うわ、これはキモいな。雲なのか、何なの。契約は成立した。エーテル展開速攻でいく。 OK、 いける。ダブル速攻で行く。うわ、いきなりか。必ず当てる。ちょっと待って、ショーの意識がね。ライダーキック。すげえ。次の戦いに備える。暖かく優しい光の渦の中、まるで中空に漂う雲のように、水中を舞う泡のように、尾という存在はその形を失いながら大きな流れに任せている。緩やかに、時には力強く、そのうねりの中、とてつもない数の何かを感じながら。ここは一体どこなんだ。どっちが上でどっちが下なのか、果たしてどこが場所と呼べるものなのか、
おお、いきなり BGM が始まった。俺にはさっぱりわからないけど、そんなことは至極さまつなことのように思える。不思議と不安に思う気持ちや寂しいといった感情はない。なぜかと常に誰かと共にあるような、そんな気持ちだった。肉体が分解して精神だけの状態になってるようなもんなのか。ロボットにコピーというわけじゃないんだね。そっか、ここは天国でも地獄でもない、魂が帰るべき場所、ルフラン。俺という存在を構築する肉体、構築じゃない、構成する肉体と精神だと魂をつなぐ命という名の鎖、それが断ち切られた。死んでる。誰に襲われるわけでもなく、ただ俺はそう理解した。俺の帰るべき場所なんだ。エンディングじゃないよな、まさか。もういいんだよな。やめて。このままこの場所に漂っていいよ。なんだかとても懐かしい、この場所に。その時目の前でゆっくりと動く光の渦に変化が現れる。それは輝きを徐々に増していき、やがてその光は人の形を形取り、真っ白いシルエットを浮かび上がらせた。誰だ。何もないはずのこの場所に神々しい光に包まれた神の存在を見た。やがてその光が落ち着き出した頃、その存在が何者なのか、その姿を明らかにする。それは美しい女性の姿を形取っていた。真っ白く真珠のように鋭く光る装甲に全身を包み、片腕には大きく伸びた爪を構える。この腕ケルベルスと同じだね。何なんだろう。仰々しい鎧をまとっていながらも、その顔もその表情もとても美しい女性の姿だった。その瞳が輝き、俺の全てを見通すような眼差しをしている。無理だ、無理だよ。俺はここに存在するが、その姿はない。けど黙って俺の方を見続けている。何もなくなった俺を見つけてくれたんだ。え、君は一体誰。俺の言葉に答えたのか、彼女はかすかに微笑み、柔らかく繊細で儚い、どこかで見たことのある表情。ダメだ、思い出せない。彼女はゆっくりと俺の方へと近づいてくる。実体のない、どこに存在するかもわからない俺の元へ、しなやかな方の腕を前に差し出し、そっと撫でられる。肉体を失った俺に、今確かに彼女の手に触れた。ええ、ちょっと待って、今なんか接続詞がおかしかった気がするが、まあいいや。その感触は少し冷たかったが、とても優しく、まるで愛撫されているような感覚を覚える。次の瞬間、彼女が現れた時と同様、あたりの渦が光る人型を形成し、俺の意識はそこに吸い込まれていく。気がつけば俺は俺自身の体を取り戻していた。肉体の再構築なのか。ということは、この女の子はさっきのポンチョの子、ベルゼファー様。以前周りは光の渦にうねりを続けているが、この場所に肉体を持った俺と、もう一人俺に肉体を与えた彼女がいた。これは彼女はただ静かに微笑んでいるだけだった。そう、俺は彼女の方を見る。さっき見た優しい微笑みは消え、どこか悲しげな表情をしている。言葉は何一つ言わない彼女だったが、その眼差しは何かを俺に伝えようとしている。何、俺は帰ってきたんだからさ、もういいよ。現実世界じゃえらい悲しみに再生されたりするんじゃなかろうな。このままで。人生への執着をなくした俺に再び肉体を与えたとしても、それは何の意味もないはずだ。じゃあどうして。彼女はとても悲しそうな表情で首を横に振った。さあ、気まぐれはもうやめてくれ。わかんねえ、何が起こってるんだ。この夢とも現実ともつかぬ世界の中にただ漂っていた。ニート宣言しやがった、この主人公。先ほど現れたばかりの体の色が少しずつ消えいく。いいんだ、いっそのこと体を地に伏せ、俺が俺でなくなっていけばいい。その時何かが消えかけた俺の体を包んだ。暖かい、なんてことだ。人の温かさに癒されている自分に気づき、俺はそっと彼女を押しやろうとする。けど彼女は俺を解放してはくれなかった。
そっと俺の首筋に口づけをする。落ち着いて、大丈夫だから。心に直接響くその言葉通り、俺の心は驚くほど平静だった。再び微笑んだ彼女の全身が柔らかな光を放ち始めていた。白い体が神々しく光る。ふわりと、あ、これ羽だったのか。翼が羽ばたき、俺の彼女の体ごと俺を優しく包み込む。眩しくて暖かく柔らかい、母の体内に戻ったような気持ちにさせてくれた。その心地よさにまぶたが重くなる。夢心地の気分でもたれかかる俺をそっと抱き寄せたまま、彼女は俺の輪郭をなぞった。これで大丈夫。無駄な先読みをするとあれかな、人は一人では生きてはいけないんだよっていうテーマなのかな。彼女の翼は開き、腕は解かれる。俺は中空にこの体を解放されたんだ。なぜあなたに。いいえ、私たちにこの場所にいる資格はないの。どういうことだ。楽園を追放されたアダムとイブジャルメイシ、まだ私たちには、まだ、いつかは、ここでの出来事、あなたはきっと忘れてしまうけど、でもあなたに会えただけで幸せ。どういうことだ。少女は一体何者なんだ。そしてこの女の子はポンチョの女の子ではなくてオープニングの女の子なのかな。なんか言ってることに関係がありそうな気がしないでもない。あなたとこの瞬間だけでもいられただけで幸せです。もしくはポンチョの女の子はこの女の子の一部なのか。わからん。彼女の腕が俺の首に伸び、正面から抱きしめられる。頬を伝う涙が熱。お願いだ、そんな悲しい顔をしないでくれ。生きて。切なる願いが込められた言葉、その声なき声を最後に静かな世界は消えていく。風に追い立てられるかのように小さく収縮し、跡形もなく消え去る。残されたのは彼女が残した温かい光に包まれたままの俺。その光は俺をどこかへと導いているようだった。はい。情緒も何もねえ。愛は混沌する少女に呼びかけるが、一向に反応は返ってこない。この子は愛という名前なんだろうか。間がつかみを葬り去った後、二人は契約バインドを解除し、元の姿に戻った。契約、ほんとなんかマギウスみたいだね、どっかの。だが少女は気を失ったまま深い眠りに落ちている。やっぱ声が同じ気がする。愛は周囲を見渡し、これ以上の追っ手がないかを確認する。そして再生された少女の左腕にちょっと触れ、接合部のあたりをさせてみる。多少の例外は発生したが。例外？問題はなさそうだな。暴走のことかな。こんなことで倒れ伏してもらっては困る。光の女の子夢の中、闇の女の子こいつって感じだな。愛は明晰な瞳を少女に向けながらボソリとつぶやく。おい、こっちの方だぞ。あれ、ガヤガヤとこちらに向かってくる一軍が遠方に見える。人声を聞きつけた愛は長居は無用と思ったのか、その場からポンチョをふわりと膨らませて飛び上がった。愛は崩落していない壁の上に着地すると、そこから少女の姿を視界に収める。先ほどの言葉忘れるな、必ず生きる。あれ、口調は違うが、やはりリンクしてるのか。ビルの屋上に悠然と立っているのはアーミッド・フェンサー。褐色に光るボディには終わらない雨が当たり続けている。金星の取れたフォルムは光学的な美しさが垣間見える。四角部を覆うバイザーには先ほどから小さなライトが点滅している。それで反応は何体だ。現在3体のタイプを捕捉しています。ただその中の1体が他の2体と比べ物にならないくらいのエーテルを放出しています。それはケルベですか。2体がマガツカミだ。おそらくはまだ確認されていないアーミットが出てきたのかと思われます。今から行って間に合うか。それは非常に微妙なところです。すでに1体のタイプが急速に弱まりつつあります。違うな、この状態ではまだ愛か。
フェンさんの適合者とレイディアである尾崎と会話、意識内での会話を続けています。それならそいつが残りのやつを片付けてしまうことになるな。しかし非常に不安定な状態にあるようです。あいつが契約したということか。そこまでは分かりません。瞬間的ではありますが、私たちと同等かそれ以上のエーテルの流出を確認しています。どうやらコントロールできていないようです。コントロールできなくて同等ってことは、まあそれだけフェンサーが強いということだね。アーミットを一人で動かせるわけではないが、気に入らんな。なるほど、愛だけでコントロールしてるということを把握してるのか。どういたしますか。レイリアと契約した適合者を確認する必要があるからな。あーってことは尾崎のあいつは庄司じゃなく愛のことを言ってるのか。放っておくわけにもいくまい。もしもの場合は加勢なさるおつもりですか。手出しする必要はない。あいつがアーミットになっても死ぬのなら所詮そこまでだ。違うな、やっぱ庄司って知ってるのか。だからあれか、喧嘩を止めた時に問答無用で殴りかかってきたのか。わかりました。ってことはこいつ、尾崎は最初から庄司を知っていたのか。愛の方がイレギュラーか。まだわからんな。とにかく、戦闘を入れてしまったのでちょっとデータ量が不安です。申し訳ございません。今回はここまでにさせていただこうかと思います。この後おそらくケルベルスの暴走でこのフェンサーグループが何らかの会話でまた伏線が垣間見えるんじゃないかとは思うんですがね。というわけでお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様でした。